民間の非営利団体であるアメリカ海軍研究所 USNI は2023年11月13日、日本最大級の軍艦が2024年に F-35B ライトニング II 戦闘機を運用するために必要な一連の試験を受けなければならないので、アメリカ東海岸に来航すると発表した。今回は護衛艦加賀の F-35B 認証試験を詳しく見ていきます。加賀の魔改造完成後、初の長期航海、そのまま F-35B を加月艦載しての寄港なんてことはないですよね。甲板上に3機ほど乗せていたら、中国への抑止効果にもなるのにな。USNI が言うところの日本最大級の軍艦は、海上自衛隊が世界に誇る出雲型護衛艦のことです。2023年11月、2番艦加賀の飛行甲板形状をグレードアップし、必要な改修後、試験航海中ということです。それにしても、軍艦と断言されると落ち着かない気分になるのは筆者だけでしょうか。2023年10月末、日本側の視察団、海上自衛官と航空自衛官によって、高生が、イギリスの航空母艦プリンス・オブ・ウェールズに乗船し、F-35B 戦闘機の運用試験を視察しているところと見られます。USNI によると、プリンス・オブ・ウェールズが、試験中の同じ海域、アメリカ東海岸、大西洋沖で、空母化改修された出雲型護衛艦が、F-35B 運用に関する各種試験を実施しようとしているとのことです。2013年以降、日本政府並びに防衛省が、海自保有の出雲型護衛艦2隻の空母化を着々と進めると同時に、垂直離着陸可能な F-35B 戦闘機の導入も計画していました。つまりは、自民党が、サイド政権の座についてからということですね。F-35B 戦闘機については、現時点で42機ほどの購入を予定しているそうですが、運用するための飛行隊を空自に新たに編成し、宮崎県の新田原基地に配置することも公表済みです。九州に配置するということは、南西諸島空域におけるスクランブル発進への最速対応を目的にしているだけではなく、万が一の台湾有事も視野に入れていると考えられます。イギリス海軍の空母プリンス・オブ・ウェールズは、前述の通り、アメリカ東海岸で各種テストを受けています。その中には、無人航空機試験や、アメリカ海兵隊との合同訓練もあるとのことで、同様のテストを、海自の出雲型護衛艦でも行う可能性があるのではという意見も多いようです。ここで、プリンス・オブ・ウェールズについて紹介しましょう。プリンス・オブ・ウェールズは、イギリスの皇太子の意味ですね。姉妹艦のクイーン・エリザベスと並んで、イギリス海軍史上最大の軍艦とされる艦です。こちらは、女王の名を持っているので、親子というわけですね。両艦とも、F-35B 戦闘機36機とヘリコプター12機を搭載可能な空母です。船体は、ポーツマス、ロサイス、バロー・イン・ファーネス、クライドなどの4カ所で、BAE システムズと VT グループによって建造され、最終組み立ては、スコットランドのロサイス造船所の1号艦ドックで行うことになっています。ここでは、クイーン・エリザベスとプリンス・オブ・ウェールズの改修工事が行われました。皇太子艦プリンス・オブ・ウェールズは、アメリカ東海岸での演習航海ウエストラント22に向かうため、2022年8月27日、ポーツマスを出港しました。ところが、出港直後に、右舷推進部の結合部や舵に損傷が発見されたのです。この突発事件によって、演習航海は中止となりました。そして、皇太子に代わって、女王が9月8日に出航したのです。当然ながら、ウエストラント22で予定されていたプリンス・オブ・ウェールズの F-35B の運用能力認定も延期となりました。英国放送協会 BBC は、この損傷について、アメリカへ演習に出発した直後、故障、足を引きずりながら戻ってきたとからかったそうですが、全く笑えないジョークとして怒った人もいたとか。プリンス・オブ・ウェールズは、ロサイス造船所で修理を受けました。しかし、実際には、クイーン・エリザベスの部品取りにされているという悪質なフェイク情報があったので、ベン・ウォーレス国防大臣が、これは一時的な応急処置であると釈明に追い込まれたそうです。
一方、護衛艦加賀です。軽空母への改修が完了し、2023年11月17日に呉基地へ無事帰還しました。長期間の改修工事を経て母港へ戻ったわけですが、実は旧日本海軍の空母加賀の進水日が同じ11月17日だったことをもって同じ日になったのは運命的なものではないかという声を上げた向きも多かったとか。またアメリカ東海岸での試験に派遣されるのは空母化改装を進めたばかりの加賀ではないかとの噂もあるようです。アメリカ海兵隊やイギリス海軍の F-35B 戦闘機を使用して、加賀の空母としての機能をチェックする目的ではないかとも推測されているのです。出雲旧の空母化ですが、発着艦機能整備だけではありません。艦隊内の本格的な改装はまだ構想段階ですし、既存の F-35 キャリアを参考にして課題チェック後に、2万6000トンのサイズに適した空母化改装が行われると見られていますから、空母としての機能を完全に備えるまでには、かなりの時間がかかるのは当然といえば当然ですね。日本への F-35B 戦闘機の配備も来年度以降と思われます。艦艇排水量のうち、満載排水量とは、船そのものの重量を意味するだけではなく、燃料や乗員の体重、水や食料、積載貨物などを含めた総合重量になります。強襲揚陸艦の場合は、運航関係乗員だけではなく、上陸作戦要員とその装備も含まれるのです。上陸作戦要員がいる分、空母より広い居住区が必要ですし、装備には、戦車やトラックなどビッグサイズのものも含まれるので、車両庫等のスペースも確保しなければなりません。当たり前のことですが、上陸作戦関係の重量が増えたからといって、航空機の運用能力が拡大するわけではありません。むしろ、下がるのではないかと素人は思うのですが、護衛艦加賀の空母化改装が終わったとはいえ、艦載機 F-35B の購入も、空自パイロットや整備員の養成も、やっと始まると言った方が正しいでしょう。そして、こうした過程を終えたとしても、搭載できる F-35B はわずか10機です。戦力として見た場合、中国海軍やアメリカ海軍の正規空母とは、全く比べ物はなりません。なので、使用方法として最有力なのは、イギリス海軍空母のように、アメリカ海兵隊の F-35B も一緒に派遣してもらい、洋上補給基地として運用することではないかという意見もあるようですね。さて、プリンス・オブ・ウェールズです。2023年7月21日、9ヶ月の改修と大幅な能力強化工事が終わり、スコットランドのロサイスにあるドックを出て、フォース川に入り、母港ポーツマスへの帰路に着きました。7月29日、プリンス・オブ・ウェールズ公式 X に投稿がありました。飛行甲板が使用再開というもので、CH-47 チヌークが関する写真もアップされていました。7月31日、再び投稿がありました。飛行士の皆さん、おはようございます。こちらはあなたの空母です。着陸準備をしてください。シートベルトを締め、トレーテーブルを元の位置に戻してください。フライトデッキは営業中という内容でした。映画トップガンマーヴェリックでトム・クルーズが演じたマーヴェリックが、ドッグファイト訓練を部下たちに行うシーンのセリフをパロディ化したものではないかと話題になったそうです。こういった、余裕ある投稿に心温まるコメントが寄せられていました。あなたがポーツマスに帰ってくるのを楽しみにしています。母を連れて行きたいと思っています。ぜひ、一度、ベルファスト港を訪れてみてはいかがでしょうか。ここ北アイルランドのファンは、あなたの栄光の姿を見たいと願っていますといったものでした。修理した軍艦への言葉とは思えませんね。文化、歴史の違いと言うべきでしょうか。プリンス・オブ・ウェールズと出雲、護衛艦は、仮に台湾有事が起きたとしたら、大活躍してくれると期待を寄せる人もいるようです。庶民としては、そういった事態が起きないことを願いますが。
日本自衛隊の戦力拡張と迅速な対応能力向上を図ることが目的です。特に、南西諸島や台湾有事における対応速度と戦力展開の強化が期待されています。また、この動きは、イギリス海軍のプリンス・オブ・ウェールズが行った同様の試験に倣っており、国際的な軍事協力の一環とも見られています。護衛艦加賀の改修と試験は、日本が地域の安全保障においてより、主導的な役割を果たすための戦略的ステップであり、その成果が今後の自衛隊の運用方針に大きな影響を与えることになるでしょう。この重要な試験を通じて、日本は自国だけでなく、地域全体の平和と安定に寄与する能力をさらに強化することを目指しています。